今日ほなちゃん見てディオールのリップ買おうと思ってえそんなに落ちないんだったら買おうって思った。えあのこれこういうやつめっちゃ欲しい。えこのシリーズは全部落ちないです。これ使ったことないわ。本当ですか、うん、全然落ちないですこの黒いやつは。それ買う。744番です。可愛いんですよこれ。えめっちゃ買おうと思ったえ多分今多分つけてる色とかいっぱいありますよ種類が。買うわ。買ってください、うん、商品紹介いいファンデーションもね募集してる。買いたいんだよね。もうなんかリピ3回ぐらい目のリピしてんの。やばいそれは。なんかそれ以上のものが出てこないせいだから。えエスティローダーいいですよ。え何クッション系。いやリキッドです。えなんかさリキッド持ち運びめんどくさくない。あめんどくさいです。あのクッションは鏡ついてますもんね、うん、めっちゃ楽で手放せない。178ヤードで3番ウッドで打って全く届かないっていう。でも今風やばかった。やばいよね今だってこうやって戻ってきてましたよ。これ以上のクラブはないドライバーになっちゃう。多分残り100ヤードぐらいあります。もうやばったよね。もう取ります。70点ぐらい。最低限乗ることとできれば上に預けたくないってことです。でも風が本当に強いんでアプローチもすごい影響されてます。さっきからなんだけど。合宿とか行かないの？
行きたいんですけど、な去年タイ行ってたんですけど、私行かなかったから、なんか行きたいです。あったかいとこいいよね。はい、でも大体なんか週に予定が入ってると行けなくないですか。行けないね。もうなんか前々からそこめっちゃ開けとくしかない。でも3月は何もないから行きたいなとは思う。どこ行くの、どこ行くのって感じ。あったかいとこ行きたい。思ったより行かなかった。フォローでもうちょっと行くと思ったんですけど、バンカー普通に越えましたね。なんか見た目だけだった、はい、見た目バンカーしかなかった。バーディー欲しい、ね、今のめっちゃ欲しい。ありえないですね。やばいね、やっちゃいけないやつですよね。いやなんか風がこう来ててスライスラインだったじゃないですか。いや風がすごいこうやって来てたんですよ。でスライスラインだからどうしようみたいな。バンカーの時のさ角本当に嫌だ、読めないちょっと以上に。今ただ単にちょっとそれが怖くて打てなかったんですけど、50ヤードから100ヤードの間が難しい。上がるじゃん球だから。今のとかフォローだからドライバーとか結構球高いですよね。高い。でも 8.5 度だよあれで。マジで8.5 度であれだからやばい。すごい。でも普通にめっちゃ58度と52度が今日はひどい。エボローだと思って打っても全然届かない。マジカルゴリラ、ゴリラと言ったら黒い、黒いと言ったらゴマ、ゴマと言ったら黒ゴマ。なんかポノちゃんのテンションが謎なんですけど。違う、寒いから。若い、なんか若い。若いですか。なんか若いですよね。寒いからですよ。なんか若い。やっぱ大人だわ。誰がですか。一人しかいなくない。いや私より多分子供ですよ。なんか後輩って感じ。よしよしって感じ。誰がですか。よしよし。いや私ちょっとじゃあお姉さんキャラ目指しますね。絶対違うでしょ、末っ子キャラ。え、本当ですか。え、でも私めっちゃちっちゃい子好きですよ。もうよしよし。あ、ケンケンポします。いいよ。どこで。あ、ファッカーしますこれね。で、こっち側に入ったらホントだったんですけど、
え、普段の服ってどんな服着てるの？え、どうなんだろう。なんかフリフリ着てそう、花柄とか。最近なんか私お嬢様みたいな。え、なんかバカにされてる。やだ。なんか結構なんかそういうなんかコーディネートめっちゃ苦手なの。なんかヒールとか履いてそう、ブーツとか。あ、ブーツ履くかも。でもコーディネート苦手だからセットアップにし買っちゃう、すぐ。サロンペットみたいな。あ、違うね。サロンペットサロンペットサロンペットって言うんですよね。サロンペット、サロンペット、サロンペットって何ですか？え、なくない？サロン、ない、サロンですか、それ。サロンパスだ、それ。あ、止まんないと。まあパーだけどね、はい、じゃあやります。はい、一緒にやる。やんないです。名前で尻文字を、尻文字で名前を書くみたいです。じゃあ用意スタートみたいな。用意スタート。わかります。大丈夫ですか。よかった。